最後は意地ですか。そうですね、自分の中でやっぱり競ることは、分かっていたので、まあ、競ったら自分の種目なので負けないという気持ちでしっかり最後まで追い切れました。本番の世界水泳まで2ヶ月ちょっとですが、順調にここまで来ているというふうに考えていいですか。そうですね、今回はやっぱり追い込みをずっとやってきたので、フォームを意識する練習は少なくて、やっぱり、4月の選手年よりは自分の攻撃ができなかったんじゃないかなというレースだったので、本当これから追い込んで、フォームを固めてしっかり4月に向けて泳いでいきたいと思います。世界のメダルの話を期待します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。